97式系装甲車手ケは、1930年代中後期に、開発、採用された大日本帝国陸軍の装甲車。97式系装甲車側面、日中戦争当時まで、手軽な豆戦車として使用され陸軍の機械化に、大いに貢献した94式系装甲車であったが、様々な欠点があった。そこで、後継となる改良型として開発されたのが本社で、 ある。試策は、池外自動車が担当した。これは、日本陸軍が戦車を三菱と日立に飲み作らせる、方針のため、装甲車を他の企業に任せたためである。試策車は2形式が製造された。第1案は、操縦席右側に並列配置のフロントエンジン型。第2案は、通常のリアエンジン型であった。フロントエンジンにすると、 エンジンの高さに制約を受けること、社長と操縦手の連携が悪くなること、下記に車内が熱くなりすぎることなどからリアエンジンが多となった。基本的に武装は機関銃のみの94式と違い、生産数の1、3ほどに94式 37mm 戦車砲、または98式 37mm 戦車砲を搭載。 砲等災型は主に招待庁舎に当てられた。砲塔は旋回ハンドルを用いた手動旋回式であり、手法の不良や照準は型当て式であった。筋質圧煙走行に対し、手法の貫徹力は300メートルで25ミリメートル、機銃の貫徹力は100ミリメートルで20ミリメートルであった。他に94式と同じく、 砲塔と車体の各部にピストルポートが設けられ、近接攻撃を仕掛けてくる敵兵に対応した。エンジンを燃えやすく燃料消費が大きいガソリンエンジンから燃えがたく燃料節約にもなるディーゼルエンジンに変更。空冷ディーゼルエンジン65馬力で車両重量の増加にもかかわらず、トンあたり馬力は12から13.7馬力になった。消音機は戦闘室右側面に一つ。 配置されていた。燃料タンク搭載容積は91リットルであった。エンジンが操縦手の左方にむき出しに搭載されていた94式と違い、車体後部に搭載され、機関室と戦闘室が区切られた。また、車両自体が大きくなり、室内が広くなった。これらは、搭乗環境の向上に役立った。一部車両には94式4号兵無線機等の 車両無線機が搭載されていた。砲塔後部に展望窓が設置。また、各部のスリットには防弾ガラスが付けられ、破片などで負傷する心配がなくなった。立体をセンターガイド方式に変更し、外れにくくした。乗員二人では少なすぎるという指摘に関しては、もし乗員を追加して三人にすると当然重量が、 増加する上に、すでに上院3人 37mm 放送日の95式系戦車が採用されている以上、類似する車両を開発、採用する意味がない、ということで見送られた。重量は増加したが、それでも砲搭載型で自長4.25トン、全備重量4.75トンと、標準的な貨物船の5トンクレーンの範囲内であり、特別な機器を持ちずに上陸できた。 このことは一部戦線において非常に重要であった。足回りが弱くよく切損した。離帯がよく外れた。新地旋回ができず、旋回半径5メートルを要した。車体全体に曲面や大軽視を採用したため、生産性が悪かった。中国戦線における97式軽装甲車、マレー作戦における97式軽装甲車本車は、 主に師団の捜索連隊に配備された。これは、騎兵連隊を改編し編成された機動偵察部隊であり、本格的な戦闘を想定していないため、軽装甲二人乗りの本社でも活躍できた。それ以外にも、戦車連隊など多くの部隊で連絡用などとして使用され、また、海軍陸戦隊にも供与されている。1939年の野門藩事件では、 戦車第三連隊に配備された本車がウ人を経験している。太平洋戦争初戦において南方作戦各戦線で本車が活躍した。以下では代表的な戦闘を紹介する。初期の進行作戦では軍主力に先立つ戦闘で活躍した本車だが、初戦は豆戦車であり限界があった。戦況の悪化とともに進行作戦が行われることも 少なくなり、当初の防御戦が中心となると、進化である、機動力の発揮ができなくなった、捜作連隊自体も次々と縮小されていった。しかし、その後も本社は、各地で貴重な機構戦力として防衛戦に参加した。戦後、国内に残った車両は大部分が解体されたが、一部は、武装を撤去した後、ドーザーキットを装着し、ブルドーザーとして、 戦後復興に活躍した。また、中国大陸に残された車両は1945から49年にかけての国境内戦において、両勢力で使用された。王立オランダ陸軍博物館の97、式系装甲車ミクロネシア連邦、中区州の海に沈む日報丸の甲板に残る97式系装甲車日本国外の以下の博物館が収蔵しているほか、 多数が現存している。ありがとうございます。